皆さんこんばんは。金曜日午後8時となりました。レーシングドライバーの土屋圭一です。で、今月からスタートした土屋圭一の車の話、サポーテッドバイプレソフィア。さて、今週も音響監督の美馬正文さん、美馬ちゃん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうよ、最近。最近どうよ、最近忙しいの？ぼちぼちですねってだけど、この番組のおかげで、はい、なんか SNS とかにもちょっとずつ、反響があるので。あるの？はい。なんか、この間、ミキちゃんと薄い峠かどっか行ってたね。はい、群馬に、イニシャル D の聖地巡礼で行ってきました。ね、楽しかったです。ね、もう道が面白くて。そうだろうね。やっぱさ、二人で薄い走ってやがると思って、俺 X 見てたよ。ありがとうございます。はい。ということで、今週のゲストもすごいですよ、美馬ちゃん。いや、もうすごすぎて。ついに来たか、みたいなね、大物。私、ここにいていいんでしょうか？この大物はね、はい、ちょっと一曲お届けしてからにします。そうですか。はい。まずは、カーペンターズで、Yesterday Once More。金曜日の夜8時はちょうどいいじゃん、うん。ね？この歌知ってる人少ないんじゃないの、もう。だからいいの。ああ、そう。だからいいの。若いやつが聞いて。若者は聞かないでしょ。だから若いやつが聞いて、ああ、そう、なんだこの歌なんだこの歌ってえ、これも峠で聞いてたんですか？これ峠で聞いてたこれで遅くなっちゃうじゃん。違う、ほらほら下り全開で、ああ、これ聞くので、上りはゆっくりこういう穏やかに、穏やかに、そう、フランクシナトラよりこっちの方がいいよ。いや、フランクシナトラいいよ。あ、そう。いやフランク・シナトラってなんか、いや、絶対いいよ。気をかけてよ。早速バトルが。改めまして、MC の土屋圭一です。東京 FM からお届けしている土屋圭一の車の話。今回のゲストは、純レギュラー、おかしいな。これレギュラーだよ。おなじみ。もう皆さんおなじみの音響監督、美馬正文さんです。はい、よろしくお願いします。美馬ちゃん。はい。ついにとんでもない大物が。いや、もうビビってます。ねえ。だからまともにお顔見れません。ご紹介したいと思います。はい、元 F1 ドライバー、ARTA 総監督、鈴木アグリ様に来ていただいております。よろしくお願いします。よろしく。そんなに持ち上げないでよ。いや、これはね、こういう大物はなかなかね。どこが大物だよ。毎日会ってんじゃない。まあ、毎日。アグちゃんと俺は毎日やってるよ。ね、私なんかも。ミナちゃんからすると、ミナちゃん、アグちゃんいると汗かくんだから、ね。本当ですよ。焼肉屋で会いましたよね。はい。そうですね。10番の焼肉屋。前回はね。ご挨拶だけさせていただきました。はい。だからやっぱこう、アグちゃんが、鈴木アグリが、うん、その、息子がね、はい、ミズハって言うんだけど、うん、ミズハが今海外に住んでるんですよ。はい。で、そのミズハの子供が、はい、ポケモン好きなの。ありがたいです。で、アグちゃんがそれを言ったら、ミナちゃんがさ、みなちゃんがちゃんも音響監督でやってるわけじゃん。はい。いろんなプレゼントをさ、アグちゃんに持ってきたんだよね、焼肉屋に。ね。いやいやいや、でも子供はさ、ポケモン嫌いな子供なんかいないんじゃないの？いない。ありがとうございます。ね、いや、いないんじゃないの？ね。うん。いないと思う。本当にいないと思う。もう今もう世界のピカチュウになってきてくれてるんで、ね。はい。すごいよね。嬉しいです。イニシャル D とピカチュウでどっちが有名なんだろうね、世界で。ピカ。いや、答えにくい。ピカだね。ピカですかね。絶対ピカだよね。ピカはさ、幅広いファンがいるじゃん。そうだね。イニシャル D は結構こうニッチなとこに行ってるからさ。確かに。それはそうだけどさ。はい、今日はもうまた鈴木アグリさんにお土産持ってきましたんで、はい。ねえ、すごいよね。ねえ、ピカチュウのお土産。早速ね、帰って、送ります。ありがとうございます。ね、ぜひ。だけど本当に先週はさ、もう鈴木アグリと俺はもう怒りの九州の旅です。ナセンですか。はい。オートポリス。ナセンオートポリス。もうなんでこんなポカあんのみたいなね。はい。荒れたやつですよね。忘れたいぐらいですよ。荒れたっていうか、うちのチームだけ荒れてる。いやでも SC が4回も入ってましたよね。まあしょうがないね、それはね。でも、そういうの荒れたって言わないんだね。あ、そうなんですか。やっぱり、うちのチームが荒れてるっていうか、ちょっと気合入ってないね。まあ、はい、番組もね、はい、いろいろありますね。いろいろありますね。まあ、どんどん進めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、だけどね。まあ、美馬ちゃんもすごいけど、やっぱ鈴木アグリのさ、F1 時代ってかっこよかったもん。あ、もう。俺も、河合和人と二人でさ、うん、
もうフジテレビのレポーターで行ってたわけよ。はいはいはい。いや、もうかっこよかったよ、本当に。うん、そもそも土屋さんと鈴木あぐりさんの出会いってどこにあるんですか？出会いは初めてその話をしたのは F1 の時。それまでは、やっぱこう、うん、どこのサーキット来た時だよね。そう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 。イタリアかフランスか忘れちゃったけどさ、うんうん、それが初めて。それまではやっぱり、アグちゃんも日本でレースやってたけど、うんうん、なんかこう、エリートでサラブレッドで面白くねえ存在、俺の中では。なるほど、なるほど。ね、うん、で、やっぱこう、フジテレビの仕事で F1 のピットレポーター、河合和人と一緒に行って、インタビューするようになったのがきっかけ。うん、ああ、そうなんだ。いやあ、かっこよかった。めっちゃかっこよかったよね。本当に、セラか鈴木アグリかみたいな。それ違うと思う。いや、かっこよかった、本当に。え、鈴木アグリさんがすると、土屋さんって、どんな知らねえよ、そんなの。最初はね、はい、知らなかった。知らなかった。でも、レポーターで来てくれて、もう僕、海外いたんで長く、はい、だから、で、レポーターで来てくれて、いろんなこと話するようになって、はい、ケイちゃんの存在をして。うん、そうなんだ。そりゃそうだよって。天空の上に住んでる人がさ、うん、地上の人間のやってることなんか知らないっつうの。いや、そんなことはないよ。そんなことはないけど。そういう存在よ。本当に。その、鈴木アグリの F1 ドライバー時代ってそういうもんよ。F1 だけじゃなくて、日本のレースの時も、その、なんか、あんまり箱のレースとか、うんうん、そういうなんかツーリングカーのレースって、うんうん、僕はあんまり接点がなかったから、うんうん、まあ、ね、その、だからあんまり知らなかった。ね、うん、だってアグちゃんは最初トムスからきっかけはあレース、うん、レースはトムスで F3 バイト、バイト梱包のバイト、トムスね、トムスだけどさ、鈴木アグリもそんな下積みがあったんだよ。いや、鈴木さんのこう経歴を見ると、うん、ドラマ、うん、ができそうなぐらいすごいですよね。そうなんか、でも本当はだから大学生の時、うん、トムスのバイト、うん、梱包係、うん、あもう朝行って、うん、あのお店のモップ掛けしてトイレ掃除して、うん、で昼からは注文が来たのを箱詰めして送り出すという、うん、その時からやっぱりタチさんってあんな感じ、かっこいいかったなよ、うん、トムスのタチさんってね、監督さんってか、はい、もうオーナーなんだけど、うんうん、タチさんはね、もうその頃もうさ、もう BMW ターボかなんかでバーンって来てさ、うん、事務所に来て、なんか机の上に足乗せてさ、うん、電話しながらなんか香港と英語で喋ってる。アランドロンみたいじゃん。かっこいいなとかと思って、今その英語聞いたら、うん、あの時かっこいいと思った英語はこれですかって聞いたら、うるせえって。あ、そう。そう。あ、だけどよくそのトムスに入れたね。そうだね。ね、そうだね。ええんだよね。それがやっぱ。まあ、僕カートやってたけどね。うん、だから、タルさんは俺の名前も知ってたし、うん、で、アルバイト来いとかっつって、夏休みとか、時間ある時来いとかって、俺毎日行って、トイレ掃除。うん。毎朝。それはな、そのバイトはさ、何年ぐらいやってたの？もう行ったり、休みの時行ったり来たりしてたから、で、もうだから。そこでなんで F3 が乗れるようになるの？F3 のエンジンってさ、2TG のエンジン使ってる。で、だからトムスでエンジンオーバーホールしてくれたの。ああ、そういうことか。で、タダで。タチさんがタダでオーバーホールしてくれて、はい、エンジン1台またスペアエンジンも買ってくれてって、うん、それ だから未だにずっと古文、古文だよね、親分、大親分、ずっと古文、立川長、大親分だよね。いや、もうあの人いなかったら僕多分ね、うん、レースやってないね。もう一時期もうやめようと思って。なんで？いや、まあんま才能ないかなと思って。才能ないことないでしょ。タチさんのとこ行って、うん、あ、もう僕もレースやめますって言ったら、お前ふざけんな、お前金、俺こんな金使ってんのにって、はあ、それで、はあ、そう、そこから今度じゃあ日産に行くわけでしょ。それはトヨタがもうレース活動一時こう縮小するって言った時、乗る車なかったんで、それってオイルショック、うん、オイルショックの後、うん、で、ただそんでセントラル20っていう柳田さん、はい、柳田さん紹介してくれたの。あ、そう。柳田さん紹介してくれて、うん、柳田さんが昔の、うん、まあ、今のニスもあるでしょ、はいはい、それの前身で、うん、日産の宣伝参加っていうのが大森にあって、うん、そこ連れてってくれて、うん、で、そしたらニスモができるって言って、最初に契約してもらった。テストドライバーで。レースじゃなくて、テストドライバー、うん、最初。じゃあ、柳田さんってのは親分？柳田さんと一緒に組んでたから僕レースやってた。あ、兄貴分。そうです。そう、鈴木アグリから見た柳田春人はどんな感じなんですか？
いやいや、もうお世話になりましたよ。あ、そう。お世話になりました。面白い、あのおじさん。あ、そう。Z は乗ってないよね。Z は乗ってない。C カーでしょ。グループ C だね。グループ C とグループ A。うん、ああ、そっか。グループ A も乗ってんだ。いや、もうグループ A ですよ。僕、インターテック。R31? もう R31 です。GTSR のデビュー戦ですね。いや、最初に、1985年に、柳田さんと組んだのかな、で、6年に、和田さんと組んで、グループ A のチャンピオンになって、はい、7年は、長谷美さんと組んだのかな、そういう、なんかそういう感じで。あ、そう。だから、GTR が出る前。そうですね。で、その、GTSR、はい。GTSR。GTSR って、6気筒のエンジン積んでるやつだ、はい、それまでは4気筒だったのよ。そうなんだ。FJ20 のターボの、ま、エンジンだったんだけど、はい、GTSR は6気筒のエンジンで。そうだ。そうそう。直6だよね。いや、RB ですよ。あ、RB か。RB ですよ。へぇー。その頃はどうだったの？ひどいエンジンだったの。ひどい。ひどい。ひどい。まあ、今だから言えよ。いや、でも、ポールポジションですよ。ひどいエンジンってポールなの？いや、もうひどいエンジンだった、ね。そうなんですか。もうエンジン、トルクバンドが下が全然なくて、富士のあの、B コーナーあった試験やるさ、半クラ使うのよ。でもそうじゃないと、あの、ターボが立ち上がってこなくて。そうそう。だから、あんな乾燥できる車じゃない。よくポールポジション取れたね。あの、シエラ全盛で、海外から来た時ね。シエラ軍団強かったですもんね。強かった。強かった。その時代はだって、32GTR が出るまでね。そう。世界一早いんだから。シエラね。そう、それのワークス着ててね。うん、もう、真っ向対決ですよ。それでポールポジション。ポールポジション。で、その結果はどうだったの？で、エンジン壊れた。でも乾燥してましたよ。ダメ。いや、僕 GTSR 買ったんですよ。で、T ギャレット C、T ギャレット製の04のターボ。だからもう本当に、下がないね。全然なくて、全然ない、ね。最初4000ぐらいからドッカンって出てくるんですよ。ああ、ドッカンターボだ。はい。で、そのハンクラ使うのを、あの、長谷美さんとか、星野さんとかに言わなかったの。うん。そうするとさ、もう、あんまりにもタイムラグがあって、遅いの、そこで2秒ぐらい遅くなっちゃうの。うん。でも俺はあの、バイクみたいにハンクラでウィンウィンウィンって。それも、ニスモにも言ってないの。ああ。で、一緒に組んだオロクソンにも言わなかった。あ、そう。ずば抜けて早いわけよ、そのハンクラ使うって、なんかあんまり感覚がないじゃない、あのオートバイみたいに、それで。あ、そう。じゃあ他のドライバー知らなかったんだ。だって普通の 車のレースで、コーナー立ち上がるときハンクラ使うなんてない。ないない。発想がないもん。いや、これは ね、リスナーの皆さん、すごい秘密ですよ。だからさ、まあ、今だから言えるけど、そういう、なんつうの、そういうものを見つける要素、いや、すごい鈴木アグリの、いや、素晴らしいだって他のドライバーには誰にもなかったわけじゃん、本当に、ね、言わなかったけどね、うん、だからオルソンがどうで、昔みたいに、あの、今みたいにコンピューターのデータがないから、うんうん、今だったらすぐ分かっちゃうじゃん、うん、分かっちゃう、そのクラッチ、クラッチ踏んでの、うん、昔ないから、内緒あ、じゃあ他のドライバーはなんで速いか分かんないはあ、そうだったんですか。それが鈴木アグリの速さ。いやでも壊れるよ、でも。まあ壊れる、ね。ハンクラ使って、自動車のエンジンのあのクラッチ、ハンクラでコーナー立ち上がってたら壊れますよ。そういうふうにできてないんだもん。まあそうだよね。だけど毎週は使わないじゃん。だから予選の時 ね、もうだから、そう、禁じて。あ、そう。じゃあ GT、リコ GTSR で優勝した時も その手法なんですか？いや、特に富士の B コーナーだけがダメなのかな。他のコースは大丈夫だ。きついんだよ、B コーナーって、富士の B コーナー。はいはいはい。あの、回転落ちちゃうんで、はいはい、そこだけがもうネックだったから。そうだよね、うん。その技を見つけられるかどうかで、うん、違うんだよ、でもこんな話聞いてる人、わかるのこれ。ね、この番組すごいんだよ、イニシャル D ファンが。いや、そうなの、ね、私もハッピーです、今。そんな秘密があったなんて、知らなかったの、今日、アグリさんにね、お会いして。俺らみたいなさ、ドリフトやる奴らは、クラッチ揉むのが当たり前だ。ああ、そうだね。もう、こうクラッチ蹴ってさ、揉むのは当たり前だけど、はいはい、レーシングドライバーはそれができない、ね。いや、てかそういう発想にならないもん。うん、あの、サーキット走ってるドライバーは。うん、そうだよね。うん、土屋さんがよく言う、クラッチ蹴れ蹴れっていうことですか？うん、そうそうそう。クラッチ蹴って回転を上げろ。はいはいはい。もうそのトルクバンドから外れてるからクラッチ蹴れっていうのはそれ。うん、そういうことなんだ。
いやすげえな、その時代にさ、うん、鈴木アグリはクラッチ揉んでたんだよ。今だから話せる、うん、ね。ずーっとこうそんな話で盛り上がってきましたけどもね、はい。まあ、ここでお知らせ言っていいですか。はい、ではここでプレソフィアからのお知らせです。土屋圭一の車の話を見たで電話すれば番組特製キーホルダーが漏れなくもらえるそうです。ここで総合保険代理店プレソフィアからのお知らせです。プレソフィアでは様々な保険の中からお客様にぴったりの保険をご案内しております。特にご相談が多いのが癌に関してなんです。2人に1人癌になると言われている時代ですからね。実際に癌保険を選ぼうと思ってもよくわからないという声を多くいただきます。そこで今日は財布に優しい癌保険をご紹介します。保険の支払いって毎月のことですから、お財布に優しいのは嬉しいですよね。今日ご紹介する癌保険は1月最大10万円、5年間ですから合計最大600万円受け取っていただけるんです。合計で最大600万円ですか。またもっと治療が長引いたり再発した場合でもこの癌保険は保証が一生涯続きますし、しかも無制限に何度でも保証を受け取っていただけるんです。無制限ですか。それだと仮にこう10年治療が続くと保証はいくらになるんですか。その場合は最大で1200万円まで受け取っていただけますし、さらに長引いても保証はずっと続きます。それは手厚いですけど、そんなにこう保証が手厚いとその分毎月の保険料が大変じゃないですか。本日ご紹介のプランでは、例えば60歳女性で月々1562円なんです。60歳女性で月々1562円なんですか。しかもこの保険は満85歳の方までお申し込みできます。80歳じゃなくて85歳までですか。85歳の女性なら月々いくらですか。月々2070円です。85歳でも2000円台ですか。まあ、こうなると気になっている方もいるかと思いますけれどもね、どうすればいいですか。まずはコールセンターにお電話ください。満85歳まで男性でも女性でもご案内可能です。年齢や体調に合わせた無料のパンフレットをお届けします。でも電話したからといって保険に入るとは限らないですよね。パンフレットを見るだけでも OK です。また土屋圭一の車の話をご覧になってお電話をいただいた方へ特典としてもれなく番組特製キーホルダーをプレゼントします。資料請求だけでももらえるんですか。では電話番号お願いします。お問い合わせは0120-929-687 0120-929-687 プレソフィアまで。年齢や性別、健康状態によってご案内が変わる場合もあるため、まずはお気軽にお問い合わせください。無制限に受け取れるがん保険が60歳女性で月額1562円の保険料です。さらに土屋圭一の車の話を見たで電話すれば番組特製キーホルダーが漏れなくもらえるそうです。お問い合わせフリーダイヤルは 0120-929-687 0120-929-687 プレソフィアまで。いいでしょ。まあ金曜日の夜8時には渋滞中にはいいよね。ぴったりよ。なんでこの曲なのねえ。なんでこの曲なの。アグちゃんこれはさ、なんか思い出があるの。あるの。昔ね、うん、お金がない時さ、うん、まあ普通飛行機で帰ってくるじゃん。はいはい。エコノミーで。はい。で、こう、で、エコノミーだと。だから昔ね。はい。でさ、そうするとさ、まだウォークマンじゃないけど、はい、ああいう時代よ、うん。でさ、飛行機降りる時に、バーッと降りてくると、はいはい、
夜景がバーッと広がるじゃない、はいはいはい、近くなると、うん、そうするとさ、これ聞くと、うん、なんかファーストクラスで帰ってきてるよ、いや、そのファーストクラス、将来はファーストクラス乗りてえなみたいなさ、でこれこう夜景を見ながらこれでこうバーッと降りてくるとさ、実はエコノミーに座ってんだけど、なんかファーストクラスでこうバーッとこうプライベートジェットで降りてくる、なるほど、いや俺これ初めて聞いた、うん、鈴木アグリがエコノミーに乗ったこともあるっていうことそこですか、いや俺の中では、うん、鈴木アグリはビジネスかファースト、はい、それか今まで聞いてたのはね、うん、シューマッハ の、うん、その自分のプライベートジェットで送ってもらったとかっていう話を聞いたことある、うん、はいはい、エコノミー乗ってたらって言ったことないよ、今まで一度も。それでウォークマンでこの時に。そんなことないよ、そんなことない。そんなことはないんだけど、うん、それで、うん、なんかこう、飛行機になんか暗くなるじゃないですか、はい、夜こう着陸する時で、はい、これ聞いて、夜景パーッと見てるとさ、うん、いや、こう、ファーストクラスで降りてきてるみたいだなと思って、うん、これ聞いた。だから今でも大好き、この曲は。そう。うん。一人でいてもよく聞く。この間さ、はい、あの夏、今年の夏なんだけどテレビでやってたじゃない、鈴木アグリの、あ、別荘です、別荘、はい、見ました、見た、はい、あれはいいよ、いいですね、あの船もいいよ、はい、そんなね、僕の自慢の ね似合うんですよ、またそこも、ね、お部屋にいるね、俺に嘘ついてたこの男、何なんですか、俺には、はい、F1 やってた頃だよ、はいはい、いや、ケイちゃん、俺は年収5億しかもらってないからおテレビでさ10億もらってるってなんだよ倍もらってたのかよみたいなさあれはなんかそんなことはない、ね、それダメよこういうの、あの貧乏なんだからいやだけど本当にさ、うん、その当時の F1 ドライバーって使うところないよね、そうだね、毎週毎週忙しくて、そう世界中飛び回ってて、うん、だからアウちゃんだけじゃなくて、うん、他のドライバーもね使うところなかった、ね、だしね、ヨーロッパ行くとケイちゃんみたいにあのお姉さんのいるお店ないし、あるよ、ないから、俺に聞いてよ、いや本当大丈夫ですか20時ですけど大丈夫ですか、大丈夫、だからね、うん、ヨーロッパ行くとでもあとそういう気持ちにならない、もうなんかいつもいつもプレッシャーで、だから別にそのレース場じゃなくても、うん、まあ毎日トレーニングして、うん、もうなんか そのお酒も飲むわけじゃないし、うん、すごくなんかあんまりいつもプレッシャー、まあそうだよね、夢にも出てくるし、あ、そう、もうこんなに頑張ってんのに、うん、まだ1秒遅いとかさ、そういう夢見んのよ、あ、そう、うん、え、そこから逃げるためにな、なんか、うん、こう求めに行ったりはしないですか、酒に行くとかね、あ、はい、何に行くとかね、はいはい、ないの、あ、もうそういう余裕がなかった、あ、そう、もういっぱいいっぱいで、あ、そう、ね、まあもうね、だって世界行ったらさ全員天才と呼ばれた、その国で天才だって呼ばれた人たちばっかだからさ、はい、なんでって感じだよね、だけど旗から見てるとさ、なんか優雅なんだよ、いやいや、華やかな、ね、華やかな、いやいや、プリンスみたいな感じですね、僕から本当に辛かった、だから、ま、もう乗りたくないもん、もう戻りたくない、あ、そう、いや、GT は楽しかったね、いや、それは楽しいね、いやもう F1 終わってから帰ってきてからの GT は最高楽しかったね、そう、楽しかったでしょ、だっていや最初は俺さ、アグちゃんと組む前は違うチームにいたから全然楽しくないよねあ、そう、周回遅れだよ、あ、国さんと、あ、変なライン通るのよ、変なラインじゃない変なラインじゃなくて、変なラインあのタイヤを履いてるとあのラインしか行けないので、俺がね、後ろGTR でね、はい、まあ、行くじゃないと、ケイちゃん NSX のアドバンカラーのでか、はい、なんか変な、そんなライン通んの、だからさ、ブリヂストン、まあアグちゃんと同じライン通ると道が足りなくなっちゃうわけ、出口がね、だから入り口のラインも違うわけよ、だからそれをバカにするわけよ、この男はだけど乗ってみろっつろそれくらい違ったら本当にラインが、ね、あの頃の GTR ってのは4区だったんですか、違う違う違う肉です、うん、肉全然肉一緒なんですね、ラインとしては一緒なんです、ただやっぱりそのアグちゃんのは全日本 GT 選手権用に合わせた車よ、使えない、うん、はい、で僕らが国さんと乗ってるのはルマン仕様のルマンのレギュレーションに合わせた NSX だった、うん、あ、そうなの、日本に持ってきたら全然遅かったわけ、あ、そう、アグちゃんたちは GT500、はい、俺ら走ってみたら国さんとこれは GT400 だねっていう遅さよ一つ下のクラスだった、そうそうそう、それくらい差があったんですね、びっくりしたね、ルマンで優勝した車が日本に持ってきたら、
全然1秒も遅いっていうさ、マグちゃんからすると F1 終わって日本に帰ってきてるから、うん、片手で運転してんだよ GT カーをね。俺からするとなめんじゃねえよに、ね、匠みたいな。いやそうじゃなくて GTR はパワーステ軽いのよ。俺ら重捨てで手血だらけで、ね、そうそうなんすか。もう GTR はね本当片手で普通に運転できちゃう、うん、いやそれを見た俺と、まあ、もう高橋国光はあぜんだよね。あぜん手血だらけでタコで、うん、ねでその車載カメラ見るじゃん、うん、鈴木アグリル片手で運転して片手でシフトレバー持ってんのもうだからムカつくなってことじゃないね。なるほど。でもね車ってやっぱりそうじゃないといけないのよ、まあ、楽にね。いやだってさ自分の車と自分が戦ってたら人と戦えないじゃない。うまいこと言うね。いや名言ですよ。いやそうでしょ、うん、だからねでもそのエンジニアさんがね、うん、重捨てでじゃんってトレーニングしろとかって言うじゃない、うんうんうん、大間違いだよ、うん、やっぱりその車は簡単に運転できないと、うんうん、そうだね。そりゃそうだ。自分の車と自分が戦いながら人と戦うなんてさ、うん、重捨てに文句言うと鍛えろって言われるんですか。そうそう昔はそうよ。そうなんですよ。本当に何言っちゃってんの。お前根性ねえなとか車に合わせて人間を作るってことですか。そういう時代。そうそういうふうに言われるの。でもね、日産のあの GTR とかはね、やっぱりドライバーが強かったよ。星野さんとか長谷さんとかって、すごいやっぱ強いドライバーだから、あの、エンジニアにも強く言えるじゃない。だから車、軽い軽い。あ、じゃあ、初めて車が人間に寄り添うように作られていったってことですね。まあそういう風にね。へー。まあひどい車あったけどね。本当に。だって、5400回転くらいしか回らないんだよ、エンジン。そう。本当、ターボで。え、だってリストリクターあの頃ないじゃん。いや、あるあるある。あるの？ある。5400回転ぐらいしか回らない。え？ジーゼルかと思って最初、乗った時。F1 から帰ってきて、うん、初めて岡山でテストした時、まあ、最初、敏夫さんが乗ってて、はいはい、アーグリ乗ってこいっていうこと、うん、5400回転しか回らないですかって。ああリミッターついてるわけじゃない。ブーブーブーって。やる気なんないじゃん。もうブーブー。これ。壊れてませんって。いや、こんなもんなんだっつって。マジで？マジで。すげえ裏話で。いや、でもそれでも早いですもんね。いや、まあだからトルクがあるから、あるからトルクがあるんで。で、ね、NSX とか9000ぐらい回してんじゃん。9000、バーンって回してる。だから乗ってて気持ちいいんだけど、あとはブーブーブー。あ、そう。ガチャンガチャンガチャンってギアしてさ。いや、それはすげえ裏話。映像を見てる限りは全然そんなのかな、ね。速そうに見えるからさ。5400回転、夢を打ち砕いたね。いや、もう、ファンの。ツーリングカーの大好き人間としては、本当に、今ちょっと、うん、ねえ。はい、ショックです。ショックだよね。ショックです。本当に？いや、だって、俺らの頃って、やっぱその、クニさんと NSX 開発してる時って、9500が当たり前。ああ、そうだよね。9500回転が。まあ、3.5 リッターの NA だったっけ。だから、それはもうしょうがないけどね、うん、こっちはね、あの、3リッターだったから、ね、ターボで、だから、ボー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 って。感動なし。ボーボーでもそれで速いんだ。でもなんかギアもガシャガシャガシャ。そう。へえ。根本的に考え方が違うね、車のね。ああ。すごくパワーステで楽で。だから速いんだろうね。で、タイム落ちないじゃん。で、俺らはさ、やっぱりその国さんと。車と戦ってたよね、うん、その重捨てだとかさ、うん、そのオーバーステアだとかさ、うん、ミッドシップの、うん、そうだよね、うん、自分と自分の車と戦ってた、うん、ってことは日産じゃないんだよね。だからやっぱ国さんとか天才の国さんとか、うん、天才の土屋圭司とかじゃないと乗れない、うん、なるほど。もっと言って、いや圭ちゃんは天才だからね本当に、うん、だけどチャンピオンになれないのは器用すぎちゃう、うん、だからボロい車も早く走れるんだけど、うんうん、でも限界が低いのよやっぱり、うんうん、俺なんか天才じゃないから車もっとここよくしろよくしろって言うじゃないですか。ケイちゃんはそれなりに乗ってきちゃうのなんだ。なるほど。ケイちゃんと組んでてね、はい、レースで一緒に相方で組んでて、ケイ、うん、ちゃんがセッティングしてくる車俺全然乗れないもん。あ、そうで、ケイちゃんどうバッチリだじゃんとかって俺なんてこれダメだよこれ人間性を問われてますよ今。あのね、はい、俺がセットすると、はい、
曲がりやすい。俺の言い方で言うと曲がりやすい。アグちゃんの言い方で言うとオーバーステア。うん、それでね、ケイちゃんがね、どう、あ、バッチリだ。でもトップよりコンマ5秒遅いよと。あ、そうで、アグちゃんがセットすると乗りやすい。で、俺が今度、ケイちゃんの車、俺が乗れないから、うん、ケイちゃん、じゃあ俺セットやっぱするわ、とかって。で、ケイちゃん乗って、いいね乗りやすいね。そのステアリング修正が少ないの、俺のセットより。だからね、ケイちゃんは天才すぎるから、チャンピオンになれなかった。そうか。だからもっと、エンジニアとかにも言えばいいんだけど、ケイちゃんが合わせちゃう。だから、未だに、70間近にして、軍裁であんだけ攻めれる。天才だから。俺、しょうがない。師匠が高橋久里光だからさ、久里さんがそうだったわけよ、日産時代。そうなんですか。もう、どんなタイヤでも、どんなセットでも、同じタイム出してきちゃう。うん。じゃあ、そのもとに、5、6年いたからさ、似てきちゃうんだよね。そうだね。器用貧乏なとこあってさ、だからもう器用だから、大体みんなと同じぐらい、どんな車でも行けちゃうんだけど、はいはい、その先が、行くのは、もう、ちょっとわがままになんないと、でも大丈夫ってなっちゃうからさ、乗れちゃうから。そうだね。そう。そうなんだよ。なるほど。そのクリさん見てるとさ、じゃあ次のタイヤ、もう1日に15セットぐらいテストするわけよ。うん、どれでも構造が弱かろうが、剛性強かろうが、3周目に同じタイム出しちゃう。合わせちゃうんだよね、そのタイヤで。乗り方を変えちゃうんだよ。はいはいはい。だからタイヤテストには良くないの。なんか評価するのには、はい、でも、それぐらい天才なの。それで順応性がすごいですね。70手前で軍裁あんな攻めないよ、普通。あ、それはもうちょっと異常だと思ってます、私も。俺はやめろって言ってたいや、でも、すごい羨ましいです。この二人のコンビ、関係性。なんか楽しそう。なんか入りたい。めっちゃ楽しいよ。だけどさ、こういう熱い人間だから、多分俺24年も一緒にいるんだと思う。いや、土屋圭一と24年いた人なんかいないよ、一人も。大体みんな喧嘩別れしちゃうの。いや、だって、ね、鈴木さんもうズバッズバッって言う。土屋さんに言ってる、この関係性素敵。だから楽なの。でしょうね。隠さないから楽。いや、本当に。ね。言いたいこと言い合ってんだな。いや、じゃあごめんね、そろそろ時間なの。いやいや、今盛り上がって、やっと喋れるようになってきたの。30分番組なんで。そうですね。あっという間に終わります。はい。ね。鈴木アグリと僕のラジオいかがでしたか、美馬ちゃん。もう最高です。もっと痛い。アグちゃんいかがでしたか、この30分。いや、なんかラジオを喋ってるっていう感覚じゃないね。そうでしょ。ただ普段 の飲みながら話してるから10番で飲んでるから。あ、そんな感じね。ということで、土屋圭一の車の話、はい、来週も鈴木アグリさんとお送りしたいと思います。楽しみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。鈴木アグリの裏話、5400回転、エコノミーに乗った鈴木アグリ。そこ大きいですね。俺はさ、やっぱ俺の中ではもう、雲の上の人だったわけよ。ね、それが、エコノミー。ああ、エコノミーに乗ったことあるんだ。あとは、スカイライン RS ターボ5400回転しか回らなかったの。ね、これは衝撃だよ。いや、本当ですね。ね。いや、でも、なんかいろいろ聞けて、また来週もぜひ。いや、もちろん、本当に。はい、楽しみにしてます、ね、はい、さて、土屋圭一の車の話、番組では皆さんからも話してほしい内容ですとか、呼んでほしいゲストを募集しています。メッセージを添えて番組ホームページからご応募ください。 tfm.co.jp/車の話、アルファベットで車の話です。そして番組では X や YouTube もやっております。スタジオの模様もアップしているので、皆さんぜひフォローしてください。感想は、ハッシュタグ、土屋圭一の車の話をつけてポストしてください。それではまた来週、この時間にお会いしましょう。土屋圭一でした。車のことならアヘッド。ガスタムカー中古車販売、買い取りならアヘッド。買取専門店、改造車買取本舗。高価査定、カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分。改造車買取本舗で検索。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。